22日佐藤秀一ライブでございます。本日は核兵器禁止条約、発効2年、そしてまた、ね、広島男子駅でもね、この後、12時半からね、行われますけれどもね、本当ね、男子駅でもね、もちろんね、大事ですけれどもね、核兵器禁止条約からね、2年であるということもね、お忘れなくよろしく願い申し上げます。それでですね、また私、佐藤秀一、今後の予定と、そしてね、お願いをさせていただきます。特にね、もうお願いの方からも、率直に申し上げて先にさせていただきます。私、佐藤秀一、まあね、4月、執行、9日執行、3月31日告示ですね、広島県議会議員選挙、まあ、令和推薦で安佐南区から立候補を予定させていただいております。過去のね、私が立候補いたしました選挙に比べますと、本当にね、地盤看板、こちらの方がね、皆様のおかげを申しまして、だいぶ充実をしてきております。本当に感謝申し上げます。またこれまでね、看板をいただいた皆様にも本当に感謝申し上げます。その上でですね、まだまだね、もう二回り三回り、皆様のね、ご支援をね、本当にいただかなければいけません。伏してよろしくお願い申し上げます。やはり本当にね、事前のね、やっぱり政治活動、まだまだね、お金かかってまいりますんでね、その点がね、伏してご理解をね、お願い申し上げまして、ます。まあ、川谷さんね、私が12年前の選挙で、挑んだ相手でございますけれどもね、川谷さんはね、お金を配ってね、歩いてきたけどね、お前はね、カンパをくれってね、いつも頭を下げてね、来おるじゃないかと。ねえ、まあそういうふうに苦笑いをされる方もね、まあいらっしゃいますけどもね、本当ね、申し訳ありません。しかし、まあこれがね、やっぱり政策政治姿勢ね、支持していただける方からね、お金でね、やっぱり政治活動を進めるって、やっぱり民主主義の基本であると考えますんでね、伏してよろしくお願い申し上げます。まあ私、佐藤秀一、ね、またね、今日ね、またこれから長くで、まあ、自治体のね、問題ね、研究していく。まあ、広島県、広島市の問題ね、研究するね、集会ね、これを勉強、参加させていただきます。そしてね、また、今週もまた、各ね、駅の方でね、街頭演説等もね、いたしますんでね、ぜひね、また皆様にもね、お会いできる方お会いいたしましょう。そしてまた、土曜日、日曜日、土曜日の夜からね、下関の方に入りまして、令和新選組公認、下関市議会議員候補、竹村勝氏のね、応援にね、参ります。同じね、介護福祉士のね、竹村を、ぜひね、よろしく、また下関の皆さんお願い申し上げます。しかし、私自身もね、あと2ヶ月後に選挙控えております。ぜひね、私の方に対してはね、まあ、竹村に対してはね、ぜひね、票の面、あるいはね、選挙スタッフとしてのね、面でね、応援をいただき、そして私、佐藤秀一に対してはね、ぜひね、やはりね、そういうね、こういう形でね、カンパを特にね、お願い申し上げて、いたいというふうにね、思っております。いただければな、というのをね、考えております。それではね、皆様ね、あと今後もね、どこかでね、お会いできればというふうに思いますんでね、皆様、伏してよろしくお願い申し上げまして、私、佐藤秀一、本日ね、お挨拶をね、終わらせていただきます。ありがとうございました。またね、どこかでお会いいたしましょう。失礼いたします。